卓球のアジア選手権、カザフスタン・アスタナは9日、女子団体決勝が行われ、世界ランク2位の日本が中国、同1位を3対1で下し、2大会ぶりの優勝を果たした。中国を破っての優勝は、1974年横浜大会以来50年ぶりの快挙となった。表彰式では主君の16歳。 張本美和を中心に微笑ましいシーンがあったことに中国メディアが注目している。画像、張本は慌てて断り、謙虚だ日本女子の表彰台で広がった実際の光景日本は、第1試合で長本が大芸道、同4位、お3対2で撃破。第2試合は伊藤美馬が孫に敗れたものの、第3試合で平野美宇が鎮行動、同6位、に勝利し、トータル2勝1敗とした。 勝負を分ける第4試合で、孫に挑んだ長本は、2ゲーム先行された後に、怒涛の5連続ポイントを上げるなど、2ゲームを練習。2対2で迎えた第5ゲームでは、緊迫した状況の中、孫の猛攻を冷静に裁き切り、3対2で見事に勝利。過去6度対戦して未勝利だった絶対女王から大金星を奪い取った。中国メディア猛威体育は、謙虚。 卓球の日本女子団体チームが優勝カップの譲り合い、平野、伊藤が断ろうとする張本美和にカップを持たせるとの見出しで記事を掲載。本文では、試合後の表彰式で興味深い光景が見られた。日本チームの誰もが優勝カップを持って写真に写ろうとせず、互いに優勝カップを譲り合ったのだ。そこには団結したチームの雰囲気が現れていたと伝えている。 記事によると、まずは伊藤美馬が、今回2勝を挙げて優勝を助けた16歳の長本に優勝カップを受け取らせようとした、という。しかし、長本は慌ててこれを断り、決して優勝カップを受け取ろうとはせず、先輩である平野に受け取らせようとした。伊藤と平野は長本にカップを受け取らせようと説得したものの、長本はそれでも受け取ろうとはしない。こうして、 平野が仕方なく優勝カップを受け取ったという流れだったと伝えた。それでも平野は、厄介なものを手にしてしまった、と言わんばかりに、急いで伊藤に渡そうとした。しかし、伊藤は長本が持つべきだと主張。結局、張本はさらに断り続けたが、平野と伊藤の再三の要求を前に、 最終的に平野と共に優勝カップを持って写真撮影をすることに同意したとカップは最終的に長本の手に渡った。ネット上の中国ファンからは、長本は中国チームにとって有志以来最大の脅威になるんじゃないかな。それも、遠くない将来にチームが本当に仲良く団結している感じがする。雰囲気もとっても明るい、尊栄シャーをこれ以上疲れさせないでほしい。 彼女がいなければ、誰が庭を押しとどめられるの。彼女はまだたったの16歳、とコメントが書き込まれている。